もうおめには時がねえ。契約を結んでるんだ、八郎太郎大神とな。ワンドとの約束を果たしてもらう。俺ほぼ毎日顔合わせてたのに、修羅のこと全然知らねえや。ここはおそらく仏間塾の前身。この先に進めばきっといろんな意味で後戻りできない。全ては青い夜から始まった。フェレス教は必ず真実を知っている。では少し昔話をするとしましょう。お前は俺の弟子ってことにする。あの日私の世界は変わった。修羅を返せ蛇野郎。私もただ生きていいのかにゃ。僕と契約しないか。ここには青い夜につながる何かがあったんだ。恋愛の好きと友達の好きはどう違うの。来ます。イルミナティ。僕は強くなりたいんだ。コマは各々の役目を全うすべく動き始めた。俺もう幸男がわかんねえ。